どうも赤星赤崎せよ赤星マシマシ TV、 はい、とすね、ということでね、やってまいりましたね、ラーメン二郎京都店です。あらま、2年ぶりということでね、そうですね、黎明期に一度訪れてましたけども、あれ、そうなんですよ、外装が、そうなんです、うん、あの、黄色い看板はなんとですね、うん、京都の景観条例によってですね、うん、そうか、そう、ダメだよってなったらしく、うん、ちょっと5月頃に真っ白になったという。京都のお店ってね、結構いろんな店、そう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 、うん、セブンイレブンとかもラインがすごい細かったりするんですね、うん、ということで真っ白な二郎入ってみましたね。メニューがラーメン、ラーメン控えめ半分、大ラーメン、油飯なんかも登場しております。油飯、まあ、今回は頼んだよ、ないんだ、もう気になるな、気になる。で、大は見てください、プロ向けです、プロ、プロがあるからね、プロ向けなんですよ、本当に。二郎で飯を食ってる人プロ向けプロということは、二郎で飯を食ってる人が、食ってる人、そうなるね、言い方としては何のプロかわかんないですよ、僕も。飯を食って飯を食ってる人ですね、食ってるのにお金にしてるって、やこしい。まあまあ、大ラーメンね、僕は頼んでおります、はい、で今回味付きネギというのを、ね、頼んでるんですけど、今回九条ネギではございません、うん、9月中旬までは九条ネギあったので、うん、今回だけ違うのかな、どうなのか、シーズンによってもしかしたら、もしかしたら、今後また復活するかもしれません、デフォで豚には入ってますね、そんなゴムッケ大ラーメン豚からいきますね。いや食ってみましょう、これやっぱ北裏切らないですね、京都といえば引き締まり豚、これ序盤に食べた、うん、序盤っていうかその2年前に食べた豚と、はい、やはり同じ脂身が少なめで、うん、FZ 染み込み度高しということでね、醤油がFZ 醤油ね、で以前ものすごい皮乳化だったんだけど、なんと乳化系になってきているということで、醤油感は強いんですけども、なぜかスープが変わっていってるんですね。何があったんでしょうか、教えてください、お願いします、誰か分かるか、教えてください、コメントで、そうですね、で油ね、これはあのやや押した字が効いているね、醤油のことを押した字というらしいです。押した字、押した字、まあ下地のねことだと思いますけど、なるほどね、しっかりとねスープを吸収させるとうまみということでね、うまみがいいのか悪いのかどっちでしょう、うまいです、目を開いてみましょう、どういうことですか、大丈夫です、絡まってんの、絡まってんの今日、500g の麺ね、見てくださいね、硬さはね500ですよ、これ茹でたらもちろん多分 1kg あるんじゃないかな、うん、平均的硬さで、硬さを選択することはできません、うん、麺の海ね、力士麺の海か、ね、前の海的ないやーこれね、本当に間違って台にしちゃった人はもう絶望するでしょうね、まあ、この量、まあ、プロって書いてるんだ、忠告されてるんだいけるかみたいな感じでね、うん、だから僕も豚増ししてたら結構危なかったです、はい、でニンニクもですね、都内の量より結構多いかなという印象を受けましたね、見た目だとそんなに乗ってないですけども結構入ってますんで、そしてかなりの辛めニンニクなんで、なんと久々むせましたね、久々だった、久々ですね、ロット見出しちょっと気になりますが、やっぱり慌てずに食べてくださいね、まあまあ、お願いします、その時はお願いします、まあまあ、台にしない方がいいですね、じゃあね、やっとくのか、あ、出ました、しょっぱレベル、うん、京都はですね、こうです、おめでとうございます、そうか、FZ、まあ、これはそれをめっちゃかける、まあ、FZ 醤油でどこの二郎行っても FZ 醤油なんでね、うん、入れすぎは禁物です、ね、じゃあ飲まなくていいじゃん、確かに飲む前に判断できた、ほらほら、しょっぱレベルやってから初めてのこれもちょっとしかも、あ、まずはね、めちゃめちゃネギ確認してから、いや、そりゃそうよネギ単体で食ってどんな味が全部ネギでするかが切れやつやからね、スープはこの時点でね、ネギはいいですね、本当にネギ量が多いんでザクザク感申し分ないね、前回の京都二郎はね、アフレコですごいちょっと怒られましたから、ちょっと何も覚えてない、覚えてない、あと僕しかいないですよ、あれそうだっけ、はい、懐かしいですね、アフレコ1回目なんで、あ、そっか、ちなみにこの席、下席とほぼ同じ席です、はい、何年前の動画ですか、あ、もう2年前の4月、リンク貼っといてください、リンク、あ、そっか、あ、そうね、はい、なんか噛んで、あの、一番下の差をね、ちょっと見てもらって、ね、そうね、そうね、うん、まあ、ネギと胡椒の香り強烈に出てて、めちゃくちゃうまいですが、はい、ここで注意ですね、先にこのネギ入れちゃいますとかなり強いネギなんでね、うん、醤油のね、こううまさの消失、そして乳化の良さ消すことになるんでやめてください、なるほど、結構強みがある、そう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 、ネギにはね、殺菌効果などもあっていろいろ消しちゃうんで、だちょっとずつ入れた方がいいかな、入れるのどうでもいいですけど、髪型チェッカーですね、ちょっと横に流してる感じだね、前髪がね、初等な感じでごちそうさまでした、チェッカーズだよ、チェッカーズ、フミヤだよ、フミヤ、あーフミヤね、フミヤはね、そう、独立、独立っていうか、なんていうのあれの、そうか、そうか、
ということでね、四川堂を見てください。これ、ね、近くにあるこれ施設なんですよ、はい、あの JR 東海の CM にもなった四川堂でして、はいはい、今回撮影許可いただきましたんで、いやここ好きなんですよね僕。見てくださいこのお庭、あらすごい素晴らしく綺麗。ここね、あの王が禁止って書いてあったんですよ前、わかります？王が禁止、横に伏せると書いて王が禁止、ところが王がの意味が分からなかった人が多いのか、今回行ったら寝転び禁止と書いてありました。あ、親切。そうそう、ということでね、皆さんも次郎行ったら四川堂も行ってみてくださいということで、逆じゃねえか。あ、逆ですね。あ、ごちそうでした。